クエ9400クエ9400型は、かつて、日本国有鉄道に在籍した、事業用直流電車である。本形式は、1959年12月22日付で、通達された校舎立ち台1528号によって、犯行性私鉄買収者を種者とする、片運転台式の制御車を統合したものである。同時に、反構性両運転台車を統合した、 クエ9420型も同様の種子のものである。元形式はクエ9130系、クエ9140系、クエ9160型で、本グループに属する車両は、それぞれ異なった経歴や形態を持っている。本校ではクエ9420型についても記述する。これらは救援車であるということもあって、多くが、 国鉄末期の昭和50年代後半まで在籍し、この頃に投入された雲屋145型への置き換えによって消滅した。1959年の通達時点で2両が本形式に編入された。これらの経歴は次の通りである。1959年の通達時点で2両が本形式に編入されたが、その後1960年に改造製作された3両が、 本形式に編入されている。これらの経歴は次の通りである。は、最終配築書。ありがとうございます。